フランス航空事故調査局はフランスにおける航空事故の調査を実施し、調査結果から安全へ向けての改善を提案するフランスの政府機関。略称は BA。日本語においてはフランス民間航空事故調査局、フランス民間航空安全調査局などとも表記される。本部はパリ近郊のルブルジェ空港にある。BEA には百二十名の職員が在籍しており、 そのうち30名が調査官、12名が調査助手である。1946年の設立以来、民間航空に関する規則 R711 から 1L711 から1及びそれらに関連する民間航空についてのフランス法令に従って運営されている。国際的なルールに従い、BA はフランスの領内で発生した航空事故に対して管轄権を有する。 また、フランス製の航空機によって発生した、フランス領以外での事故に対しても、現地の政府が技術的な調査を開始しない場合や BEA に対して支援を要請している場合には管轄権を有することとなる。局長は2001年12月17日より、ポール・ルイ・アルスラニアンが務めていたが、2009年に現在のジャンパウル・トロアデックに交代した。 ルブルジェ空港の BEA 本庁舎 BEA 本部はルブルジェ空港の第153棟に存在しており、そのほぼ正面にはルブルジェ航空宇宙博物館が存在している。一時期はパリの1国区に本部が存在していた。日本においては本庁舎とは思えないようなその外観の感想ぶりがインターネットで話題となり、2019年にはこれに影響を受けた。 日本人のダンボール工芸家が BEA 本庁舎の模型を作成しニコニコ動画と YouTube に制作過程をアップロードしたところ BEA 職員の目に留まり公式の Twitter アカウントで紹介されたほか制作者に貸し出しや買い取りの依頼を行い最終的に寄贈されることとなったルブルジェにおける BEA の施設には5000平方メートルの敷地がある1999年には3000 平方メートルだったものが2002年に現在の面積まで拡大された。それ以前の敷地面積は1000平方メートルであった。また、BEA は、ムラン飛行場にも制限エリア内のハンガーを含め、合計6000平方メートルの敷地面積に及ぶ設備を保有しているほか、ボニュー・イシュル・マルヌの制限エリア内にもハンガーを保有している。BEA の支部は、エクスアン・プロバンス。 ボルド、ーレンヌ、トゥールーズに存在する。ありがとうございます。